売れてる頃さ、ヒロキってファン絶対ない。可愛くても、まあ、ギリギリのやつは言いましたけどね。だから俺がぶつ切りファンやるみたいな。いや、ファンっていうかヒロキでもこんな子行くんやみたいな。全然行くよ、ね、でも最近はね、なんかちょっとドリブ飲みできるもんね。なんかセリフも出始めた。そんなことないよ。やめろよ、なんか。いや、イメージ悪い。どっからかイメージ悪いよ。いや、俺は逆に昨日見てイメージ良かったけど。そうでしょ。全然俺選ばないよ、うん、いや、世の女性が元気なのよ。間違いない。いや、なんかさ、結構細身の可愛い子も何人かいたんだよ。いたいた。でも、なんかこれ行きたくないなと思って、うん、日本にいそうな感じの体型の子だった。日本でも出会えるって言ったもんね。なんか日本にいそうな外人の綺麗な人って、なんかそれちょっと言ってもガチじゃん、お前って思わないなと思って。今日のあれ選んだ見た時に、なんかグレムリンみたいな。え、2択だったの。最後残ってた2択だったけど、もう1択すごかったもんね。3人で、俺があの人行ったら面白くないっすかって言ったら、で、俊介よりでかいの。めっちゃでかかったっすよね。何これみたいな。びっくりした。